3店ある、3店まだやってる、3店寄ってこう、あ、こんなとこにできたんだ3店さあ食べてきましたよって言いたいところなんですけどね、まあ、残念ながらね、営業時間は11時までに時短ってことで、まだギリギリねあれだったんですけど、やはりあの9時以降はテイクアウトのみになってたってことで、店内やっぱ食べれねえっていうことでね、そうなるとね、マックと違ってね、こう片手で食いながらってできないっていうのがね、ちょっと辛いですよね。家まで持ち帰ったらね、もう完全にね、天ぷらって逆に食い合いになっちゃいますからね、ここからまだ1時間以上走ると思いますから。残念、サンド食いたかったんだけどな。お、笑顔ちゃん。あ、こういうことか、とか。カリアティビュー店がありましたね。コンコルドはもうずっとエガちゃん使ってますもんね。砂も閉まってる。マジか。横砂も時短か。マジか。終わったな。あ、山岡屋も閉めてるわ。あ、てかこれトラックのお兄ちゃんどうすんだ。メッシ俺らみたいにね、仕事減ったからはい、やっていなくなりますっていうね、業種じゃないからね。きれい。入ってやってるかな。ダメだろうな多分。三重もなんか県知事が時短要請出したらしいですからね。ストビシマン村。ああ。しかしストビシマン村ほど村感のない村もないですけどね、本当に。前に飛島村を、ま、巡ろうみたいな動画を作ろうとした時ってあれってオンエアしたんだったっけ。さすがにあれオンエアできなかったんだったっけ。内容があまりにも内容だったんでね、してないよな、日本一なんでしたっけ。とにかく豊かな村なんですよね。もう何せ、村の面積そんなに大きくないんですけど、ほとんどが大企業の、工場だったり、出荷場だったり、いわゆるヤードとかになってたりとかっていう。で、しかも、あれですね、高速も、伊勢湾岸を通っとるわ、国道23号を通っとるわ、1号線からもね、すぐ来れるわということで、その周りに商業施設は大量に建っているという結果、めちゃくちゃ税収が潤ってるらしくて、本当にあのだから地元のその集落に住んでる人たちの税金がベランボに安いっていうね。確か子どもの医療費とかはもう当たり前のように全部無料らしいですもんね。そうそうそう。で、小学校だとか中学校の卒業旅行は修学旅行か、修学旅行はアメリカに行くとか、なんかもうとにかくね、むちゃくちゃハブキングところなんですよ。ただ住宅地の開発する場所もないですかね。もうすでに開発しきりし尽くされてるところなんでね、でも東島まで来たらもう三重県近いですからね。しんどいね。飯食う時にね、腰上げたりしてね、それでちょっとリフレッシュになるもんなんだけど、食いに行けないから結局この体勢がずっと続きますからね。きついな。
さあやっとこそ三重県に入るぞ。そう、まあ、三重県の中の飛び地とも言われている木曽岬町ですけどね。そう、基本ね、木曽三川っていうでっかい川があって、それの向こう側がね、三重県なんですけど、この木曽岬町だけで、その木曽三川という、でっかい川3本挟んだ向こう側に、ポツンとあるんで、いろいろと、特例が、いろいろと控えてる、町木曽岬になってるんですよね。例えば電話番号とか郵便番号とかは全部雇いの管轄ですので、そのあたりの物理的な面倒はほぼほぼあれですね、愛知県側の雇い市の方から、やってますよ。なんならね、文化的にも話し方とかも完全にもう名古屋の喋り方ですからね、木曽岬の人っていうのはね。その辺りでも三重県感が皆無と言われてますけど、もともとは中洲みたいな感じだったのがね、和住みたいになっとったのが、こっち側にくっついちゃってみたいな、そんな流れだったと思います。で今でもね、日本ハムのでっかい工場とか、商業施設ね、言うていろいろとこの木曽岬町23号線沿いあったり、温泉とかもあったりしますんでね、その兼ね合いで、はいどうぞという話にはならんというわけですよね。意外と税収もね、しっかりとあるんですよね。だから単独で町として残ってるわけですからね。中島も小穴に入りましたけど、まず桑名の山岡屋はどうかですよね。あ、おしえと桑名入ってますから。いきなりステーキが早々に潰れたのか、有楽屋家系ラーメンみたいですかね、はやってるな。で、あ、山岡屋もライトついてる。三重県だとやってんのか。ああ、ライトついてる、山岡屋やってるな。じゃあこれ川越の横綱のワンチャンあるかな。ワンチャンあると期待して私は車線変更してみますよ。桑名とね、桑名市と川越町ってね、聞くとちょっとね、台挟んどし離れとるんかなっていう感じがしますけどね。川越がね、そんな大きい町、本当に面積がちっちゃいんで、じゃあもう橋さえ渡ってしまえば、お、ライトついてそうだね。あ、ついてるついてる、よかったよかった。三重の横綱をやってた。もうね、近くっちゃ近くなんですけど、で直接入れないですから、ラーメン横綱反対車線なんで、どっかで先のところでね、 U ターンをして入るっていう形になるんですよね。とはいえね、今回はこんだけなかったところだから、もう全然その労力惜しみませんよ。よしよしよし、どうしよう、これで12時までって言われたらどうしよう。まあその可能性はありえますからね。そう、川越はね、四日市にはラウンドはないのに、川越町にはラウンドはありますからね。強いんだよな川越。
カインズホームもあるし。あー、やってる。よかった。愛知からも対応に来てそうだな。愛知でくれやし。リアルにめちゃくちゃ愛知の車多いな。半分くらい愛知じゃん。来ましたよ。ラーメン横綱さん、早速食べていきましょう。よし、よかった、食えない。さあ、食べてきましたよってことでですね、まあ、横綱ってことでチャーシュー麺にしちゃいました。ついついね、チャーシュー麺のしかも大盛りにしちゃいました。いや、やっぱね、横綱来たらやっぱ大盛りなんすよね。うん、あのね、プラス150円なんですけどね、麺のね、増え方がね、あれ倍ですよね、2倍になるんですよね。そう、だから本当にね、がっつりと麺のね、食べ応えがあるんでね、いいんですよね。横綱も京都ですもんね。うん、いや、さすが。いやー、うまかった。で、いつものごとくネギはバシバシにして、おいしく、ニントンはあんまり入れないんですけどね、私。量はね、あの、入れないっていうか、量をね、少量を入れるって感じ。もう大体いつも一つまみね、あの、一先入れたら、もう何倍もつかとかとは入れません。それからね、ちょうどいいのよ。やっぱ、それぐらいがね、ちょうどいいの、ニントンは。うん、でも、あれがなかったら、なんかないで、それはね、寂しいし、多分ね、あれなしだと大盛りで、ね、食べれないんですよね。味の変化がつかなくて。ありがとう、前も美味しくいただきました。やっぱいいね、夜12時前に食べるラーメンってうめえな。よし、止まるぞ。ということでね、この動画シリーズは、以上となります。どうもご視聴ありがとうございました。何十回もあるんだろうね、今回。